エンボスラジオ。はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第135回です。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回に引き続き横田くん来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということですね、前回の話、まあ、今のお仕事の話を、していただいて、まあ、このラジオ始まって、初だよね、笠田さんね。初めてですね、エンジニアさん。システムエンジニアさん初めてですね。システムエンジニアさんが来てもらって、うん、まあ、その、まあ、筑波大の卒業してもなれるんだぞ。まあ、それはまあ、そうかもしれないけど。まあ、何を言ってもなれるっていう、ね。そう、このラジオに出演してる人の中にもね、そういう、まあ、出演してくれる人の中にもそういう人いるんだぞってので、いろんな現場の話をしてもらったんですが、はい。まあ、このラジオね、毎回恒例で、その、まあ、筑波大学目指してる人に向けても情報発信したいなっていう思いがありますので、なんで筑波来たん？その筑波大学目指した、その、まあ、きっかけだったりとか、まあ、あるいはその、いつ頃から目指して、どういう取り組みしてきたのか、みたいなところの話を、聞いています。はい。というところで、横田くん、だいたいどれぐらいから筑波大への進学を意識したんですか？まあ、そうですね。筑波大学の進学を意識したのは、だいたい高校3年生くらいですかね。うん、結構、キワキワな感じ。はい。そうですね。まあ、これこう説明するだとちょっと中学生ぐらいまで戻らないといけないんですけど。あ、どうぞどうぞ。どうぞ、はい。まずそもそもなんで IT 系なのかとか、まあ、情報系を選んだのかっていうところが始まって、うんうんうん、それが、まあ、原体験は、中学校の時めちゃめちゃゲームやってたんですね、僕。うんうんうん、びっくりするぐらいゲームやってて、うん、で、あとは、そのゲーム、まあ、PSP なんですけど、うん、モンハンとかあって、まあ、あんまり大きな声では言えないんですけど、うん、ミニとかあるじゃないですか。うんうんうん。はい。なんで、まあ、ちっちゃい頃は全然そういうのを気にしなくて、ダウンロードして、PSP をなんかそのファームウェアを変えて改造して、なんか、うんうん、遊ぶみたいな、無料で遊ぶみたいなのを、まあ、やって、パソコンすげえ、めっちゃすげえ、みたいな。うん、こういうのを作ってる人すごいな、みたいな思って、うんうん、やっぱ IT がいいなって、そういうの好きだなってなって、うんうん、で、その中学校の時に、ね、親にそのテストで、なんかその何点取ったらパソコン買ってっていうのを、まあクリアしてパソコン買ってもらって、そこからずっとパソコンで遊んでたって感じですね。おー、そうなんだ。じゃあ本当に最初はゲームで。ゲームですね。はい。PSP で、うん、D、あとは、DS とか、そこら辺から、そのパソコンとつなげて、なんかいろいろインストールとかして、みたいな、そこから始まってて。うんうん、で、それでまあ IT 系が、まあ、多分 IT が好きだな、っていうのが、なりました。で、高校入って、まあ、ここはまあ、野球やりながら、まあ、ゲームもやってたんですけど、うん、まあ、その時の原体験で、まあ、IT 系がいいかな、って思って、うんうん、まあ、IT 系の、じゃあ、国立で上から行くとどこだって言われた時に、うん、まあ、東大、東工大、筑波ってなったんで、この辺近くだと、うん、じゃあ、自分が行けそうなところから行こうって感じで、筑波大を選んだって感じですかね。なるほどね。じゃあ結構、その、IT ありきで進路は決めたんだ。それが勉強できるっていうことが。はい、うん。あんまりどの大学とかそういうのじゃないですね。僕はどちらかというと、やりたいのが情報系、だから情報系を選んだっていう、情報系の中から上から選んだってだけですね。はい、そうなんだ。それ高3で進路としては、じゃあ、まあ、進路希望に筑波大学って書くっていうことなんだけど、そうですね。学力的には、じゃあ、わりかし手が届く感じだったんだ、その時点で。あ、全然ダメでした。あ、全然ダメだった。いや、多分、自分がなんか、勝手にいけると思ったんですけど、思いっきり浪人しました。あ、そっかそっか、はい、浪人か。で、はい、浪人の段階でもさ、別にシステムやるんだったら筑波じゃなくてもよかったと思うんだけど、そこはなんかあったの？いや、情報系だと多分、関東圏だと、その、あれなんじゃないですか、国立で絞ったら、うん、東京、東高、次。私立は、まあ、その経済的な問題とかで、うんうん、まあ、最初から国立って決めてたので、うんうん、選択肢でなかったですね。なるほどね。ちなみにこれもいつも聞いてる話なんですけど、現役の時の、一番最後、はい、模試で受けた時って、筑波大の判定ってどんな感じだったの？いや、もう。合格判定っていうのが出るけど。
多分 D か E ぐらいで、結局受けてないですからね。うん、あ、受け、はい、もう断念したんだ、そこで。はい。受けるレベルじゃなかったです。なるほどね。はい、それでもまあ、浪人生活1年間はやっぱりその IT のところで行くぞっていうところもあって、まあ、頑張って勉強して、はい、で、その1年間でどんぐらいまで持ってこれたの、はい、学力的に。1年間で、まあ、多分、忘れちゃったんですけど、模試の判定で一番上だったでしたね。あ、なるほど。じゃあかなりそこから必死の、必死に勉強して。まあそうですね。はい。はい。なんとか。必死に勉強してって感じですかね。人生で、あれほど勉強した時はなかったですね。なるほどね。同じことを言うの、言う人、ここに川戸さんも同じことをよく言ってるんだけど。はい。まあそれ、はい。ぐらいやったんや。そうですね。なんか勉強しかしてないです。朝6時起きて、塾行って、勉強して、授業行って、勉強して、帰って、9時に帰ってきて、寝て、勉強、起きての、それの繰り返しで。そうなるよね。はい、なります。そうなるよね。え、でも、マジでよかったですね。なんだろう、うん。人生で初めて、ちゃんと長期目標を持って、うん、それに対して、淡々とこなすっていうのをやった、うん、して、なんだろう、定点でテストで自分の場所を確認するじゃないですか。うん。なんか、それを自分の、なんだろう、その、ゴールに対しての KPI をひたすら働き、まあ、今、この時は何も思ってないですよ。うん、うん。今振り返ってみたら、あ、自分がこの定点的に、確認して良くなってるっていうのを、うん、で、その良くなってるのスピードを見ていけば、多分いけるだろうみたいな。まあ、ある意味、うん、問題解決っていうか、自分とのギャップを測って、うんうんうん、実際そこまで何をすれば上がるかっていうのを、うん、軌道修正しながら KPI 見て進めていくっていうのができたんで、うん、ある意味これは、なんかその、現役の時に、なんとなく受かっちゃったよりは、ちゃんとこういうステップを踏んで、受かった方が、うん、今の、うん、問題解決とか、そういう時に役立ってるなと思います。うん、おー、なるほどね。まさか浪人時代が、今に役立ってるって話は、過去いなかったっすね。いや、でも、俺の考えですか。俺は本当そう思うよ。だって、うん僕はまあ、当然その、まあ、志望したところはさ、僕は体育なので、はいはい、体育の場合は、入試の科目が他のところと少しね、やっぱ違ったりするから、はい、比較的受験しやすいっていうのがあったので、僕の場合は6月部活で試合負けてから、そこから今言ったようなと、本当同じような生活をして、はい、朝落ちてから寝るまで勉強し続けるっていう生活を、半年間死ぬ気でやって、はい、で、それで、まあ、合格まで持ってったけど、そこまでの過程っていうのは、すごく、なんか、人生の過程になってる感じはするよね。はい、します、めちゃめちゃ。本当に。ですよ、柏さん。なるほどね。私は推薦のこの9月に受かっ、10月に受かっちゃったんで、そんなによくわかんないんですけど、いいじゃないですか。まあ、しかも、大学の付属校にいたんで、受験、勉強もしてないんですけど、まあ、そんな感じで、まあまあ、話を戻しますけども、それで、まあ、無事合格をされたわけで、はい、念願の、まあ、そういう、ね、IT の勉強ができる環境を筑波大学にやってきたわけなんですけど、大学1、はい、2年生はどんな風に過ごされてたんですか？いや、1、2年生はひたすら英語の勉強をしてたイメージですね。なぜそこで英語が出てきたの？これもさっきの話に、浪人の話に戻るんですけど、うん、まあ、めちゃめちゃ苦労したわけですね。うん、まあ、その理由は、3年の後半まで全く勉強してなかったのと、うん、まあ、自分はなんとかなるでしょって思ってたんで、うん、結局、なんとかなってきた経験が多かったので、うん、まあ、そこを、なんとかなるでしょの、うん、思い上がりによって、まあ、一年ダメージを食らったわけですね。うん、まあ、ある意味良かったんですけど、うん、その時に、次のマイルストーンって何だかって考えたら、うん、まあ、就職なんですよ。うん、はい、うん。で、その、受験勉強の時は、うん、その3年の最後で勉強したんで、うん、間に合わなかったんで、じゃあ、次は大学1年生から、勉強、その、就活向けていろいろやんなきゃなと思って、うん、まあ、始めて、うん、で、IT 系の情報系で入ってたんで、うん、はい、そういう情報系でいうガーファ、今でいうガーファみたいなところに入りたいと思ったんで、うん、じゃあ英語だ、みたいな。うん、じゃあ英語を勉強しなきゃって言うんで、まあ、1年は英語の勉強と、あと主に大学の勉強を思いっきり頑張ってたって感じですね。なるほどね。そういう結構、今までの英語を勉強したい人とは、少し違った動機な感じにも聞こえるし。そうね。どんな動機が違う。じゃあその IT の勉強っていうのを実際大学に入って専門的にやれるようになったっていう、その環境とかについてはどうだったの？いや、とても通りだったの。
はい、あ、とても良かったと思いますよ、うん、あのなんて言いますかね、中高の時の勉強って、うん、あの、うん、中高の勉強じゃないですけど、中高の時の、うん、そのパソコン遊びって、うん、なんかあくまでなんかインターネットとかで見つけてダウンロードしてみたいな、うん、そういう、うん、まあユーザー的な遊びなんですけど、うんうん、まだ自分はその段階でプログラミングとか全然やったことなかったんですね。うん、おー、うん、あのパワポとかエクセルとか使って遊ぶのは楽しいみたいな、うんうん、その程度で、うんうん、プログラミングは全くしゃべらなかったんですね、うんうん、で大学に行って初めてその Mac 買ってそのプログラミングとかをやり始めたんで、うんうん、まあ、そこは本当に良かったなって思ってます、うん、実際に自分でコードを書いたりっていうちょっと少しクリエイティビティを働かせなきゃいけないっていうことに関してはやっぱ面白かったの、はい、いやー最初はつまんなかったですね大学のやつは。うん、なんでかっていうと、うん、まあ、大学で学ぶプログラミングとか授業って、うん、まあ、俗に言うハローワールドとか、うん、そこら辺なんで、うん、なんだろう、実際にサービスを作るプログラミングと、まあ、微妙に違うので、うん、微妙とかまあ結構違うので、うん、なんか、その黒い画面にテキストが出たとか、うんうん、黒い画面で計算式で、その数列が計算できたって何も面白くないじゃないですか。うんうん、なんで、ああ、意外、なんかその、面白くなかったっていうか、プログラミング自体はあんまり面白くなかったですね。なるほどね。ただ、まあうんうん、その黒い画面に触ってる自分かっけえみたいな感じで、うん、黒い画面で遊ぶっていうのがとても好きでした。なるほどね。まあ、ある意味憧れてきたことにやれてるっていうことが、かっこよさみたいなのにつながったかもしれないんだけど、はい、ちなみに英語の勉強の中でね、まあ、もう僕は健太と出会ったのは大学中に出会ってますけど、はい、その時には、海外に行ったりとかっていうこともした後に多分僕出会ってるんだけど、実際それで英語を勉強した後にさらに海外に行こうみたいに、はい、まあまあ繋がっていったのは何かきっかけとかがあったの？あ、そうですね。いや、きっかけっていうか、もう英語勉強するイコール留学するだろうと思ったんで、うん、特になんか海外行こうっていうののきっかけはもう、英語勉強するからっていう、うん、もう4月入学した2日にはもう決めてて、うん、もう4月2日にはグローバルコモンズ行って、うん、留学ってどうすればできますかって聞いてたんで、うん、あんまきっかけはもう入学としか言いようがないですね。なるほどね。で、実際その中で海外経験もされてますけど、どういったところに行って、はい、どんなことをされてたんでしょう、はい、海外は。そうですね、1年の後半に、まあ、フィリピンに行って、フィリピン大学で約、うん、半年強、交換留学生で英語勉強しながら、うん、向こうの現地の授業、まあ、コンピューターサイエンスの授業を受けてるのをやったのが一つ、うん、あとはその大学がいろいろ提供してくださってる、まあ、プログラムですね、語学、留学とかのプログラムとか、あとはその文化交流のプログラムとか、うん、そういうので、まあ、中国だったりとか、うん、まあ、主に中国多かったですね。中国に数回、まあ、あとアメリカとかも行かせていただきましたって感じですかね。なるほどね。ちょっと今気になったのはさ、留学に行ったのが1年生の後半っていうのはさ、今まで出てきた人の中でも圧倒的に早いわけなんだけど、ちょっと具体的にどういう方法で行ったとかちょっと教えてもらっていいですか？はい。あ、それは、まあ、筑波大学が、まあ、当時、始めたばかりの、まあ、エイムスプログラムの、うん、ASEAN インターナショナルモビリティかね、だった気がするんですけど、うん、まあ、その ASEAN 間での、学生交流を、うん、推進しようということで、うん、ASEAN からたくさんの学生を、まあ、筑波大学に留学してもらって、我々も逆に、たくさんの、アセアの大学に、留学生として派遣するプログラムの一員として留学しました。なるほどね。もう現地で勉強したコンピューターサイエンスないしは、まあ英語の勉強も正直多分おそらく想像するに全然大学までやってなかったわけだけど、はい、まあある意味英語を使って、日本語以外の言語を使って生活するっていうことも、まあフィリピンが始めたと思うし、はい、そのあたりのその現地での生活の様子でのそのギャップとか苦労したこととかっていうのはあったりする？そうですね。まあ、結構前の話になっちゃうんで、ちょっと思い出しながら話すんですけど、うん、ギャップ、なんか言語ギャップはあんまなかった気がするんですよね。どちらかというと文化ギャップですね。日本人の勤勉さに対するフィリピンの緩さとか、あと日本人の、その、まあ、同じですか、勤勉さに対してフィリピンの
なんだろう、陽気さって言いますか、歩けば誰かが歌ってるし、みたいな、そういう、どちらかというと、バックグラウンドって言いますか、文化的背景の違いによる人間性の違い、社会性の違いの方に、ギャップを感じたっていう方です、ね、その感じたギャップはポジティブなものだったの、自分にとって。それとも面白いなってポジティブなものだったのか、なんだこれはっていうネガティブな方かでいうと、どういう様子なのか。ほぼポジティブなものでしたね。うん。まあ、あとは、自分自体がフィリピン人と日本人のハーフなんで、うん、まあ、ある程度、まあ、理解したっていうのがあったんですけど、うん、まあ、それのおかげで、まあ、ポジティブには捉えられました。なるほどね。で、なんかさっき聞くと、中国っていうのも新しくキーワードとして出てきたんだけど、中国に興味を持ったっていうのはどうしてな、はい、まあ、それは、まあ、大学1年生に遡るんですけど、うん、筑波大学で、まあ、留学生、まあ、当時、中国人留学生が、まあ、1000人ぐらいいるっていうんですね。うんうん、なんで、まあ、大体歩けば、留学生に、特に中国人に、当たるって日本語が難しいんですけど、うんうんうん、見つかるんで、まあ、それ結構、留学生との交流活動の中では、やっぱ中国の友達がたくさんできて、うんうん、まあ、中国について興味を持つようになって、うん、そこから、まあ、じゃあ中国行ってみようかっていうふうになって、中国語勉強と中国に行くプログラムに参加したりしました。だから、どう、中国っていう国をまた違った雰囲気だと思うんだけど、まあ、僕も住んでましたし、ケンタは僕が中国にいるときに実際現地にも遊びに来てくれたりしてるんですけど、はい、どう中国っていう国がまた東南アジアとは違って、うん、そうですね、まあ、今と当時ではちょっと違うんですけど、当時は、うんうん、まあ、何もかもが、まあ、何もかもじゃない、結構その感じていう、うん、まあ、共通してるものとかあって、まあ、分かりやすい文化とか理解しやすい、うんうん、あ、これってなんか日本語で言うこの表現と同じ表現の仕方だなっていうので、うん、共通するとこあるんですけど、うん、全く違うところもあるので、その全く違うところがとても楽しかったです、うん、で、まあ、具体的に言うと、やっぱ僕は IT 系だったんで、うん、キャッシュレスがもう当時2015、2016年ぐらいから流行ったんで、うんうん、それはとても楽しかったですね。全てが斬新だったので。で、あとはまあ、食文化とか、まあ、人のコミュニケーションの取り方の違いとかっていうのもギャップがあって、とても楽しかったなと思います。うん、なるほどね。今ちょっと IT の話が少しだけで、やっぱ中国の IT ってやっぱ今も世界、GAFA と戦える企業を出してるのは中国だと思いますけど、はい、そういった意味での魅力ってやっぱ中国って国にはあるのかな？ IT っていうものに関わる人間として。そうですね。ありますね。ちょっと今は結構、あまりキャッチアップできてないんですけど、当時は本当に、うん、まあ、日本にまだペイペイがなかったので、うん、でもその QR 決済っていうのがやりたくて、うん、もう向こうではそれが当然のように、むしろ現金で払う方がめんどくさいみたいな状態になってたんで、うん、ああすげえなみたいなって思って、まあ、自分も口座頑張って開設して、うん、その自分の、キャッシュレス決済、まあ、WeChat とか Alipay でできるようにしてやって楽しんでましたね。なるほどね。はい。ちなみにさ、ちょっとここ本編からずれるんだけど、ぜひ聞きたいなと思うのは、はい、日本もたくさん IT 系の会社ってあると思ってて、はい。でもやっぱりなかなか GAFA には勝てない。はい。ただ実態だと思うんだよね。うん。はい。で、と思ったけど今出てきたアリババとか、まあ、テンセントだよね。WeChat やってるテンセントっていう会社っていうのは、やっぱもう非常に力がある企業だと思うんだけど、はい。IT っていうものを、の中で中国っていうの人たちがなんであんなにこう伸びたというか力を発揮してるかっていうのは、まあ中国の文化と IT に関する知見を持っている健太から見たときに、どうして日本よりもあっちが先に行っちゃったっていうのを、肌感というか、もうジャストアイディアでいいんだけど、うん、なんか、健太なりのアイディアってある、そこに。僕なりですよね。なんか一般的にはやっぱ内需が見たいのと、囲まれてるので、うんうんうん、自分たちのマーケットだけで、まあ、ブロック経済みたいに成長できて、その内需がでかいがゆえに、うん、まあ、グローバルレベルまで持ってきたっていうのがあるんですよ、うんうんうん、自分の感覚で言うと、なんで中国の方が日本より発展したのか、IT 関係が。なんでだろう。確かにそうだね。僕も一般的なそういう理解をしてたりとか、あとは、はい、まあ、比較的国家が介入しやすい、日本よりも、経済の、はい、日本って当然企業主導の経済だけど、はい、国家が介入しやすいかなってのは、
僕は思う。あ、でも経験した中で思うのは、うん、やっぱりお年寄りの、うん、飲み込み度が早いんじゃないですか、やっぱ中国の。ああ、そうなんだ。なるほどね。結局、日本はなんかデジタル庁で取り残さない、うん、デジタル化とか言ってるんですけど、うん、それが向こうは取り残しても全然気にしないけど、うん、そのレベルに、年寄りの人も WeChat 使ってメッセージ送、うん、音声メッセージとかを確かに送ってましたし、全然、うん、なんか、ね、年寄りだろうが関係なく使ってたんで、僕の感覚ですね、うん、肌感だと、うんうん。やっぱ、そこは、まあ、それは国家が強制してるから使わざるを得ないかっていう状態になってるのか、うん、それとも、その、アビリティとして、やっぱ彼らがキャッチアップ能力高いのかっていうと、うん、ちょっとわかんないですけど、うんうん、僕が見て、この目で見た感じだと、うん、その年寄りの人も使ってるっていう。普段あれなんですか、親とかで、ね、もうペイペイとかそういうのを、まあ私がやってる、なんかその、うん、あのサービスとかも使ってみたらとか言うんですけど、うん、絶対に無理。私の親でも無理ですし、うん、私が一個、例えば IT に明るくない人とか、同じ世代でももう結構厳しい時がたまにあるので、うん、なんかストーリーがないんじゃないですかね、中国は。やっぱなかなか、スピードが速い。なるほど。その、まあ強制されてる部分はあるにしても、はい、そもそもの処置として、はい、そういった新しいものというか、そういうものを取り入れていける素地が、はい、の中にあるんじゃないかと、キャラクター的に。はい。はい、で僕の見た経験からだと、多分、それが一番強いんじゃないかと思います。なるほどね。これもやっぱ現地に行って、知見がある人やなっていう感じで、ね、だから、ちょっと興味があったんですね、はい。僕も中国住んでたんで。はい、さっきちょっとそんなもので、中国っていう国も経験されて日本に帰ってきたわけで、だけどもともと先ほど、まあそろそろ卒業に向かっていくところなんですけど、はい、就活っていうことも意識していろいろ英語の勉強とか外国に、まあ中国はちょっと違いましたけど、はい、外国人と関係を持って、グローバルにっていう視点を持つみたいなことを考えてたと思うんだけど、はい、大学生活の後半っていうのはどういうふうに過ごしたの？そうですね。後半は特にインターンシップに一番力を入れて、うんうん、しました。どういう会社でインターンシップしたの？そうですね、後半ではないんですけど、ちょっと前半にかかっちゃうんですけど、まあ、とある渋谷のベンチャー企業で、まあ、うん、半年ぐらいインターンとかをしましたし、まあ、とある、うん、まあ、その時、銀座だったかな、銀座にある、まあ、メガベンチャーほどじゃないんですけど、そこそこの、まあ、上場手前のベンチャーで、まあ、1年ぐらい、うん、インターンとかもさせてもらったり、あとは他には、自分の、コネでなんかそういう開発の案件とかあったやつを手伝わさせてもらったりとかしてました。なるほどね。そこはやっぱシステムエンジニアとしてそこでも活用してた。そうっす。まあシステムエンジニアっていうとちょっと微妙に語弊があるんですけど、うん、まあエンジニアとして活動してましたね。なるほどね。やっぱ将来像を描いた時にはやっぱりなりたい職業はシステムエンジニアっていうかそういうこと。そうですね。はい。エンジニア系、エンジニアで仕事にしたいっていうのはもう強く思ってたので、うん。それに逆算して、まあ活動してた感じです。なるほどね。で、それで実際に、どうインターンシップっていうのをいろいろ、いろんな会社そこでも見たと思うんだけど、そこで学んだこと、はい、感じたこと。はい。今ね、まあ、ってある？あります、あります。いっぱいあります。うん、はい。まあ、その、会社ごとに、まあ、それぞれあるんですけど、うん、まあ、1社目は本当にベンチャーで10人もいないぐらいで、うんうん、まあ、アプリを開発してるような会社だったんですけど、うん、まあ、その時は、やっぱ、その、ちっちゃい会社のダイナミックさとか、うん、あの、スピード感っていうのをやっぱ、学びました。うん、はい。まあ、ダイナミックさの観点で言うと、まあ、僕が入った時には、もはや、なんだろう、潰れるんじゃないかみたいな感じの、なんか、うん、来年、なんか、もらったお金、溶けましたみたいな、うんうんうん、PC から、うん、で来月給料払えるかどうか微妙ですみたいな状態から、うんうん、その一気にその時の、CEO ですかね、なんかとても、うん、賢いっていうか切れる人で、うん、とある、まあ、戦略を取って一気に V 字回復して、うん、まあ、年商なんか一気に、まあ、数千万レベルとかに戻したみたいな、うんうん、それがまあ6ヶ月以内で起きたことなんで、もうめっちゃ面白かった、うん、で一方そのスピード感の話で言うと、まあそれもスピード感なんですけど、うん、やっぱ自分がその能力足りなくて、うん、なんだろう、スピード高く開発できてなくて、かつなんかその迷っちゃったりとか悩んじゃったりとか、うん、なんだろう、そこら辺の社会人っていうののスキルもなかったので考えてもしょうがないとか、うん、どんどん聞いていくみたいな、それでなんか、
のアウトプットそこまで発揮できなくて、なんかちょっと最終的にはなんか微妙な感じになっちゃったっていうのがすごい学びですかね。うん、なるほどね。まあそういった失敗も含めての。はい。なるほど。まあそんなことで結構本当に就活によった感じで活動を続けてこられた中で、まあ実際今の会社に最終就職をするっていうことだと思うんだけど、ともすれば IT って今ベンチャーからさ、できて1年目の会社からさ、ケンタがいるような会社までさ、正直業界的には会社の種類の幅ってめちゃめちゃ広いと思うんだけど、はい、その中で今の会社にしようと思った理由って何かあるのかな。まあ、正直な話で言うと、うん、その会社しかなかったっていうのが、ああ、なるほど。内定として。内定として。はい、この会社、今入ってる会社は、1日で内定出るって聞いてたんで、1日で実際に受けて内定もらいました。うん、でも、さっき言ったように、その別の会社さんで、インターンとかしてましたし、うん、別で自分で、なんか、もらえる案件みたいなのあったらやってたのも知ってたんですね、並行して。うん、はい。だから自分的には、なんだろう、就活ほぼメインにしてなくて、なんか、矛盾してますけど、最初と、うん、今自分がやりたいと思ってることをやろうっていう状態で動いてました。うん、なるほどね。で、まあ、それの、なんだろう、その就職、インターン先でそのまま就職するってわけでもなく、フリーランスで行くってわけでもなく、うん、まあ、最終的にまあ、いろんな、まあ、メンタル的な問題とかそういうのもありまして、うんうんうん、まあ、残ってた、まあ、内定のところに、まあ、そのまま行ったって感じですね。なるほどね。結構そこは運の曲折がいろいろあった感じです。はい、だいぶありましたね。はい。なるほど。で、その会社で来て、今気がつけば5年が経っている。そうですね。はい。そうですか。で、今、はい、では、そろそろラストのところに入っていくんですけども、はい、いつもここに来ていただいている方に、まあ、そんな遠く未来のことはあれなので、まあ、だいたい5年くらい先にはどうなったんですかっていうのをね、加藤さんいつも聞いてるんですけど、その足元5年間ぐらいでやってみたいこととか、なんかそういったチャレンジしてみたいことがまずあるのかないのか。まあ、で、ある場合はさ、ぜひ話してほしいんだけど、ない場合はない場合で、やっぱそれでも、こういうことで迷ってるとかっていうことも含めて、ここから先の5年間ぐらいの展望ってどういうふうに考えてるのかなっていう、ぜひ最後聞きたいなと思います。はい。わかりました。まあ、5年間のやつを考えるにあたって、まず、なんか、うん、まあ、人生の自分の役に何なのかなっていうのは、うん、ちょっと、まあ、去年ぐらいに考えたんですね。うん、まあ、理由としては、まあ、結構、この会社の仕事慣れてきて、まあ、安定してきてるのはあるんですけど、うん、まあ、この安定してるのがこのままでいいのかっていうのは思ったので、うん、まあ、自分が人生で何をしたいのかっていうのを考えました。うん、で、その役割が、まあ、だいぶ6つぐらいあって、自分が人生で体現したいみたいな。うん、1つが、まあ、グローバルに活躍できるエンジニア。うん、1つが、ビジネスリーダーっていうか、組織のリーダー。うん、3つ目が、お金に愛される男。うんうんうん、で、次が、国際教養人。うんうん、次が、健康お兄さん。ああ、なるほどね。はい、で、最後が、思いやりのある家族の一員っていうのがあって、うん、まあ、それぞれこの6つの役割の中で、まあ、5年間で何やるかっていうのを一応考えてます、うん。で、グローバルに活躍できるエンジニアっていうと、うん、ちょっと自分が専門とできるその領域を、まあ、一つ見つけて、うん、まあ、それをまあ海外レベルで、まあ、グローバルレベルでやろうと思って、活動できる人間になりたいなと思ってて、うん、もうちょい行動に落とし込むと、うん、まずはまあ、海外、グローバルに活躍できるんじゃないので、一応海外に就職しようか、海外でどっから、シンガポールなり、カナダなり、アメリカなり、ちょっと、就活をやってみようかなって思ってます。うんうんうん。はい。あとは、そうですね、自分の専門分野、今はまさに運用の部分が、だいぶ、なんだろう、好きとかそういうのが出てきたんで、運用及びその障害対応とか、そこら辺の部分でアウトプットを、まあ、グローバルレベルで出せるような、人材になりたいなと思って活動してます。うんうん、で、まあ、ビジネスリーダーってのは何やるかっていうと、まあ、ビジネスじゃなくてもいいんですけど、やっぱ、なんだろう、その一つの大企業に入るって思ったのは、うん、やっぱゴールをに達成するのにって、やっぱ一人だと大きければ大きいほど無理だなっていうのを感じてるので、うんうんうん、やっぱみんなで協力しないといけない、
まあ、チームを作らないといけない。で、その中で自分はフォロワーなのかリーダーかっていうと、まあなんか適性から見てリーダーの方が得意だなと思ってて、うん、それをなんかそれをちょっと、役割として、まあ何らかの組織のリーダーとしてあり続けたいって思ってます。うんうん。お金に愛される男は、ネット長くないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。お金に愛される男っていうのは、やっぱお金って、その、なんだろう。とても、一番大事じゃないけど、とても大事なものであるので、うんうん、やっぱお金に常に愛され続けたいなっていうのは、やっぱ、うん、もう、この社会人やってきて思ってて、うんうん、まあ今主に、まあ投資だったり、どう貯めるだったり、うん、逆に貯めついてもしょうがないんで、いかにその使うか。っていうのをちょっと今考えていろいろ本読んだりとか、実際に新しい経験に投資するために、うん、いろんな、貯めてきたお金を使ったりとかしてます。うん、で、国際教養人は、やっぱ、グローバルレベルで、考えないといけないと思ってるんで、世の中のすべ、うん、まあ、すべてではないんですけど、課題とかそういうのを、うん、まあ今は、まあ言語の勉強はもちろん、英語をより良くするとか、まあ中国語も良くするとかなんですけど、うん、今、主に一番中心に5年間で力を入れてるのは、うん、まあ、語学勉強と発音と、うん、あとは情報インプットを、日本の情報だけじゃなくて、うん、海外とかいろんなところも情報インプット入れる。で、具体的にこう言うと、うん、海外のラジオとかを毎日ポッドキャストで今聞いてますね。うん、はい、だから、このポッドキャストの活動とても僕いいなと思って今回参加してて、いろんな人のポッドキャスト、ね、日本問わず海外の人も聞いてるので、うん、ちょっとでもこれやってます？このポッドキャストってアップルポッドキャストで配信してます？配信してるよ。あ、本当ですか？すいません、サブスクライブしてないので、まあ、どうぞ、ぜひ聞いてくださいやな、はい、うん、検索ワードは後でじゃあお伝えします。はい、わかりました、うん、はい、で、健康兄さんっていうのはやっぱ今まで言った中で一番大事なのって結局健康ってことに気づいたので、うんうんうん、もうヘルスはなんかウイルスより大事っていうのは気づいたんで、うんうんうん、はい、今は頑張って筋トレしてて、うんうん、ここ5年か、ここ5年ではそうですね、体重をあと15キロぐらい増やすのと100キロをベンチプレスで上げるのと、うんうん、直近だとベストボディの大会に出ようとしてます。おお、いい。一番難しいのは思いやりのある家族なんですけど、うん、まあそうですね、彼女だったり、うん、まあ自分の家族だったりなんですけど、うん、まあ、それと、その、大事な家族と、その、なんだろう、お金もそうですし、時間も投資していける、うん、その、うん、今しか過ごせない経験について、うん、持ってこうなと思って、まあ、今旅行とかを計画してるんですけど、うん、なんかいつも優先できず、なんか困ってます、うん。なるほどね。それはちょっと5年プラン立てられてないです。なるほど。以上になります。長い。いや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 、さ、まあ、このラジオ、全く初対面の人からさ、まあ、ケンタも付き合い長くなってきてるんだけど、だんだん僕とは。はい、で、俺が見てるケンタの表面上のとこって結構、こう思いつきというか、はい出るよね、に飛びついてる印象だったんだけど、はい、ですよね、こう話してみると非常にこう計算を、はい、まあそのなんだ、18歳までは出たとこ勝負の行き当たりだったりが、はいはい、そのまあ受験というものを経験した後からは非常にこうステップバイステップでやっていく人になったなのっていうのが実は裏にあったんだっていうのを俺は率直に思ったんだけど、どうでもない人、大学の時はだいぶ行き当たりでしたよ。だってこのプログラムあんだ、うん、行こうみたいな、この留学が行こうみたいな、そこの中ではでも一応全体としてはさ、就活でとかさ、はいはい、なんとなくそのマイルストーンはそれなりに置いてる感じではあったんだね。はい、それはありましたね。でもなんだろう、俺やったことないやろうみたいな、うん、時間が無限にある、無限じゃないですけど、まあ、うん、いっぱいあるじゃないですか大学で。その時は、うん、なんかやったことないことやろうなんですけど、今は時間がなさすぎて、うん、やったことないことやれてないんで、うん、なんだろう、大学の時はそのなんだろう、いろんなこと思いつきでやってるように、いろんなこと新しいこと手出してるから見えたのかなと思うんですけど、うん、今はもう全然ないですね。なるほどね。やっぱやったことないこととか新しいこと、まあ、さっきさ、一番最初のさ、前のところでもさ、仕事の面白さはそこにあるっていう話をしたけど、やっぱり現代にとってはその未知っていうものはものすごく魅力的に映るのかな。
そうですね。多分ミッチーに魅力を感じてるんじゃなくて、工場に魅力感じる系ですね、うんうん、僕は。ああ、それはけどどういうこと？ミッチーを学ぶが成長と捉えたら、うん、そう、成長がしたいと思ってるんで、なるほどね、成長が得れるか、その、家庭って言いますか、対象が未知を学ぶことになってるって感じで、もしかしたら未知以外、うん、その知らないことを学ぶ以外に成長を感じれるんだったらば、うん、全然成長したい。筋トレなんて、あの、うん、筋トレなんて、まあ、同じ繰り返しですけど、その中でも、まあ、発見あるんで何とも言えないですけど、うん、成長を感じれるんで、うんうん、あの筋肉とか体を見たりとか、うん、その体重朝測ったりとかで、うん、だからどちらかというと未知を学ぶことより成長に、うん、はい、価値を感じてますね。なるほどね。ここは、あれですね。今までも近い人って来たやんか。新しいこと。うん、まあ、あの、僕は刺激が、その刺激を楽しんでるみたいな。知らないものを刺激を楽しんでるって話してくれた、ゴーストシローさんとかさ。うん。いろんなこと言ったけど、またそれとはちょっと違うアプローチだよね。そうよね。うん。やっぱ面白いよね。こう、同じ行動をしてても、やっぱそこのバックボーンは、やっぱケントさんの成長っていうのが一つキーワードなんだね。うん。そうっすね。でも、限度があるじゃないですか。うん。どうなんだろう。永遠に成長し続けられるんですかね。まあ、それはちょっとわかんないけど。まあ、本人にその気があることはまず大前提なんじゃないの、まあ、知るかどうかは。でも、ある意味それがさ、エンジニアっていう、システムエンジニアっていう仕事とは相性がいいのかもね。常に新しいものを吸収しないといけない仕事だからさ。はい。それはそう思います。なるほどね。いや、面白かったね。そうですね。結構欲張りなんで、どの順番でクリアできるか、ぜひね、また今後も聞いていきたいなって感じですけどね。そうですね。まあ、ね、数年後とかも聞いて、はい。そうですね。また、進捗、5年後の進捗報告ですね。答え合わせですかね。はい、そうだね。うん。増えてるかもしれないね、5年経ってたら。そうだね。10個あります。いや、まあ、10個ありますみたいな。10個、まあそうですね。はい。はい、いや、非常に面白い話をどうもありがとうございました。いえ、こちらこそ貴重な機会をありがとうございます。あの、まあ、このエンボスラジオ、まあ、今日こんな感じ、まあ、出演してくださった方はね、結構実はね、出演者の方が結構好評というか、あ、こういう機会なかなかないんで、あの、話せてよかったですみたいなこと言ってくれる人が結構いて、そうですね、うん、やってよかったなんて本当に毎回毎回思いながら、僕らも、まあ、これある種自己満足なんで、うん、趣味やったものなんで、いや、すごくいい機会を提供できたなんで、それをまた聞いてくれたどこかの誰かが何かこうね、人生のヒントになれればすごくいいなというふうな思いでずっとやってきています。そうですね。Google ポッドキャストでも、あと、Google のポッドキャストでも、エンボスラジオで検索すると出てきますので、はい、はい、検索します。はい、聞いていただけると非常に嬉しいです。で、またね、次回以降も、ゲストを呼んで、いろんなお話聞いていきたいと思っておりますので、まあ、今聞いてくださってる人は、ぜひ高評価をしていただくのと、それから、共有して、布教活動をしていただけると非常に嬉しいです。はい。まあね、もう少しこう、僕らも更新頻度を増やすのは結構厳しいかもしれないけど、いろんな人をね、バラエティ豊かな人を本当にどんどん呼んでいきたいと思ってますので、ぜひ引き続き聞いていただけると嬉しいです。はい。ということで、第135回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンボスラジオ。